各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のサーティナーリア、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。好スタートはウリノガウリ、先行を伺います。ランフオビプラーナ先行体制です。うまく折り合いをつけながら進んでいるのはダノンキングリー、内にいるのはアドマイアマーズ、その後ろにはアドマイアジャス。各馬1コーナーを回ってこれから向こう上面へと展開します。内からラフポドラフト、ラチ沿いを回るのはサトノリュークス、外外を回りましてベロックス、西のベイリー、その内を通ります。足根の馬体メイヒョウテンゲン、足根の馬体エメラルファイト、そしてここにいましたゼッケン9番、注目のサートゥナーリア、どういった競馬を見せてくれるのでしょうか。その外にファンタギスと2馬身ほど離れてフラージュゲリエ、前半の 1000m を通過しました。58秒台、やや速いペースで流れています。外外を回りましてブレイキングドーム、少し遅れてないまま内をじっくりとシュバルツリーゼ、そしてシンガリにタガノディアマンテ、先頭からシンガリまではおよそ20馬身、レースはかなり縦長の展開となっています。さあ 3,4 コーナー中間、後続を引き離しにかかります。残り600の波乱棒を通過しました。これを追って2番手にランフィールプラーナ、16番アドマイアジャスタ、ここで上がっていったラフコラフト、差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。先頭ここでランフィールプラーナ、ダノンキングリー、外から並びかけるダノンキングリー、わずかにリード、続いてその外にベロックス、サークルナーリア、わずかにリード、内ダノンキングリー、続いてベロックス、1着サークルナーリア、2着にはベロックス、そして3着にダノンキングリー。勝ちタイムは1分57秒2。勝ちましたのはサークルナーリア。緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のサートゥナーリア、まずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。中からランスオブプラーナ出てまいります。並ぶようなうちウリノガウリ、その後ろにアドマイアマーズ、外からダノンキングリー、アドマイアジャスが追走しております。並ぶようにうちベロックス、その外にラフポドラフと続いています。サトノリュークス、しっかりと折り合っている。そしてここにいましたゼッケン9番、注目のサートゥナーリア、どういった競馬を見せてくれるのでしょうか。足根の馬体エメラルファイト、内を差がなく西のデイリー、黒いメンコはファンタギスと2、3馬身ほど離れてフラージュゲリエ、外から差がなくオレンジの帽子ブレイキングドーム、続いてないまま漆黒の馬体シュバルツリーゼ、前半の 1000m を通過しました。59秒台、やや速いペースで流れています。外よりタガノディアマンテ、シンガリからメイヒョウテンゲン、こういった体勢です。レースはかなり縦長の展開となっています。このレース個人的に注目している馬はアドマイアマーズ。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。ここで先頭変わってフリノガウリ、ランフィオブプラーナ、ピタリと2番手追走、アドマイアジャスが差を詰めてきた。そして間からベロックス、ブレイキングドーム、差を詰めてきた。残り400を切った。そして間からファンタギスボ、フリノガウリ、4コーナーを先頭で駆け抜けます。サートゥナーリア、ここから前を捉えきれるか。内からフリノガウリ、残り200、1頭抜け出した。続いてその内からダノンキングリー、先頭わずかにダノンキングリー、ダノンキングリー、わずかにリードダノンキングリー、1着でゴールイン、勝ったのはダノンキングリー。続いてアドマイアマーズ、勝ちタイムは1分57秒3。勝ちましたのはダノンキングリー。